家内の教科内雪康明治40年5月13日は幕末期の死史、明治期の官僚、初夏。通称は文八郎。字は小誠。号は金堂金慶など。変名に家内五郎、桑原五郎などがある。長女は弁護士で政治家の小川平吉にとっつぐ。金慶官志向。1833年9月。 上野国助くらい郡島村に、画家で、金農家の父、カラススの四、男として生まれる。金井氏は、新田氏族岩松氏の流れを組むとされる。幼少の頃から文学を好み、また書もよくした。1867年、新田義貞の末裔とされる、新田万次郎を養子倒幕の挙兵を加わがてるが、ことが露見して投獄される。1868年9月、 東京府市政局に出資。1869年8月、大乗官昇し。1874年1月、検証内市。1882年、内閣大書記官、1888年、元老院議官、1890年10月20日、元老院が廃止され、非職となり、近景官志向を仰せつけられ。 1891年4月21日、非職元元元同院議官を伊岸弁本官となる。同年4月15日、貴族院直選議員。1907年、浜松で隠し、書ははじめ中沢幸城に学び、後抜きな数王の書風に傾倒した。明治書団の有数の王家であり、日本書道会、書道奨励会の会長等を歴任し、明治9年4月に、 明治天皇が大久保利道邸を訪問した際には、草壁明覚と共に石垣を行った。大久保利道が真に渡った際は、井上武志らと共に随行している。高野朝英の石踏みこの他全国に150基以上の石碑を残している。ありがとうございます。